私は久保田大輔です。生まれも育ちも静岡県の清水。エコラボに入社してちょうど10年になりました。インスティチューショナル事業部でディストリクトマネージャーとして静岡を担当しています。清水は東京から約130キロ離れた人口24万人の港町です。清水はマグロの水揚げ量が多い港の一つです。サッカーが盛んなところで J リーグの本拠地でもあります。毎週中学時代の友人と一緒にフットサルを楽しんでいます。フットサルはサッカーに似た1チーム5人で行うスポーツです。チームは今年で25年目を迎えます。フットサルは仕事を忘れて楽しめる時間です。妻と中学生の男の子と女の子の4人家族です。両親も清水に住んでいて、母は弟と住んでおり、父は現在高齢者施設に入所しています。父は17年前脳出血で倒れました。在宅で介護を続けていましたが、在宅での介護は非常に難しく、今年入所をすることに決めました。私の母はそこで働いており、私もできる限り父を訪ねるようにしています。子どもの時父とよく将棋をしました。今も訪ねた時に時々将棋をします。私も長い間将棋をしていますが、父には今もかないません。日本では高齢化が進んでおり、こうしたサービスのニーズは非常に高まっています。日本のインスティチューショナル事業部では高齢者施設へのサービスを強化しています。父が入所してエコラボのソリューションの重要性を改めて認識することができました。このような分野で貢献しているエコラボで働けることを私は誇りに思っています。エコラボでは高齢者施設のニーズに適したソリューションを提供しています。ウェアウォッシング、ランドリー、ハウスキーピング、ハンドケアなどです。厨房では食品衛生レベルを高めるようなソリューションも。ランドリーでは二次汚染を抑えるようなプログラムを提供しています。チームメンバーは日々お客様と接しているので、チームメンバーのフィードバックは我々がより良いサービスを提供する上で非常に重要です。私自身もそこに貢献していると感じます。それは私にとっても重要です。なぜならば、より多くのご高齢の方が清潔で健康的な環境で楽しく過ごすことが私の願いだからです。私の父のように。